こんにちは。3月も終わり、いよいよ新年度が始まりました。今日は3月に実際に起きた海外の面白ニュースをご紹介していきます。 Is he flirting with us? People are crazy about the world's sexiest koala. ある写真家が撮影したコアラの姿があまりにもセクシーだと話題になっています。イギリス出身のフォトグラファーロス・ロングがオーストラリアゴールドコーストにある人気動物園カランビン自然動物公園で撮影した妖艶すぎるコアラの姿を捉えた奇跡の一枚、ネット上でフィーバーしているそうです。それがこちら。まるで私を撮ってと言わんばかりに魅惑のポーズを決めるコアラ。 V 字に枝分かれした木の枝を巧みに使って体をひねり、ポーズを決める姿はまるでベテランストリッピ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 ー。そんなこと言えるかバカ野郎。園全体がナショナルトラストに登録されている同動物園では、コアラをはじめカンガルーや野鳥などの合計1400種類以上もの野生動物の生態を身近で見ることができ、触れ合いスポットなどもあるとことからこと何園全体がナショナルトラストに登録されている動物園でみんな貸してるから仕方ないの。ちなみにシロちゃんのセクシーポーズはこちら。ナイスセクシー。さあ次のニュースはこっち。 People march down the street naked at nude love parade。 ニューディストビーチだ。それは綺麗なヌーディストビーチだ。ヌーディストビーチだ。アメリカカリフォルニア州サンフランシスコで17日ヌーディストたちによる行進ヌードラブパレードが行われました。参加者数十人が歓声を上げたり拍手をしたりしながら通りを練り歩いたとのことです。皆さんハッピーですか？ハッピーになろう。あー、なんか理性が残っちゃってる今日。それでは皆さんごきげんよう。ありがとうございました。